よし。では、続きを日本語版でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。安心しますね。やあ、ネギ。聞いたよ、クラウド。ガマを倒してくれて、サンキュー。いいよ。ネギ。なんでここ止まるんだよな、なんか。どうやって進むんだよ、これ。で、これは次は何だ？これか。先にこれやっちゃったんだ、俺。噂のスラムエンジェルですね、これは。噂のスラムエンジェル。あ、いた。なんか記者みたいだね。ひょっとして、ごめん、喋る角度が噂の何でも屋さんですか。ああ。自分は活力新聞の記者をしている。あ、記者だ、やっぱり。すげえ。活力新聞。いつもスラムの悪口書いてるね。とんでもない誤解です。スラムの醜い現実を世に知らしめることで。目指すべき未来を問いかけているのです。で、何でも屋さんにちょっとお願いがありまして。スラムエンジェルはご存知です？正体不明の怪盗スラムエンジェル、主に神羅カンパニーの関係者に予告状を出し、どんな警備もかいくぐって金品を盗み去る。有名だよ。盗んだものを貧しい人に配っちゃうの。まあいい人じゃいいですね。ご機嫌取りが得意だから。スラムでは人気です。でも泥棒は犯罪です。秩序の敵です。私は奴の正体を暴きたいんです。ところが住民の口が硬いのなんの。おまけに私記者だとバレて誰も話してくれなくなりました。そこで何でも屋さんに取材をお願いしたいのです。あれ、なんかオンエアって上に出るんだけどコメントゼロになってるね。なんだろう、また俺なんか設定なんか変にした。俺コメント見てる画面ではコメントみんな見えてんだけどね。なんだ、見えたぞ。まあ、まあ、いっか、見えてるし。本当に話聞こう。なんだ、なんだ君は。こんにちは、ミレイユさん。久しぶりだね、エアリス。変わった男とつるんでるって聞いたよ。この人はミレイユさん。街のこと何でも知ってるの。こっちはクラウド。元ソルジャーですごく強いの。これを使いそうだ。強いよ。噂は聞いたよ。何でも屋でハウスの子供の憧れ。今は活力新聞の依頼でスラムエンジェルを調べてるんだって。詳しいな。噂話が大好きでね。しかしあの下っ端死んだもしつこいね。あいつの依頼は関係ない。話を聞いて俺が興味を持った。それだけだ。おやおや、あんたもスラムエンジェルに見入られた口だね。ちょうどいい、新しい情報が入ったんだよ。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者と一緒にさ。この人が作る料理とか美味しそうだな。次ね。あらやだ、なに？
スラムエンジェル、謎よね。有名だけど誰も姿を見たことがないの。必ず予告状を出してまるで手品みたいに盗むのよ。は、手品師なんじゃない？手品というよりも魔法よ。だから魔女だって噂もあるし。噂でいいなら私だってモンスターが正体だって聞いたわよ。私なんてあと20個ぐらい噂知ってますけど。なんか今のエアリスの動きが怪しかったな。エアリス、君がもしかしたら噂のスラムエンジェルなんじゃない？なあ、おつる。おつる、何の話してんの？おお、おつる。スラムエンジェルを知ってるかって？スラムエンジェルは決して貧しいものから奪わず人を殺めない。これだけ知っていれば十分だ。もっと知りたいならミレイユさんに会うといい。ここらじゃあの人が一番の情報通だ。おう、おう、おする。何？スラムエンジェル？近頃しつこく嗅ぎ回ってる記者がいる。ひょっとして奴に頼まれたか？はっ、知ってても教えねえよ。スラムエンジェルは俺たちの英雄だ。シンラの手下なんかに売れるか。そんな、そんな言い方しなくても。記者と一緒に待ってな。悪いようにはしないから。はい、ごめんなさい、通ります。お、どうでした？ミレイユさん、わかる？最新の情報くれるって。ミレイユさん、あの情報通、自分もしつこく食い下がったんですが、はぐらかされてしまって、どうやって口を割らせたんです？なーに、年寄りの気まぐれだ。気が変わらないうちに教えてください。新情報ってスラムエンジェルの目撃なんですか？それとも残した痕跡が？いいえ、やつらのアジトの情報さ。アジト、大スクープだ。場所はどこですか？裏道を進んだ先にある物見の高台。もう随分使われてない場所だ。物見の高台ですね。すぐに行ってみますけど、別の噂もある。近頃その高台にモンスターが住み着いたとか。でしょうね。かなり手ごわいやつらしい。手ごわいんだ。それでも行くとは見上げた記者根性だ。いや、軽率に踏み込むのは記者失格。裏付けを取って行動が記者の基本ですから。なら、うってつけがいるじゃないか。ねえ。なんでも屋さん、もう一仕事頼みます。高台の様子を探ってください。行くしかないもんね、もう。これもクレート作りたくない。もう行くしかないもん。絶対強いんでしょう。首張ってもらったやつってこれ武器だったんだ。おお、いっぱいあるね。首張って強いのかな。運、あれ FF って運って何になるんだっけ。物騒な武器ですね。本当だよね。あれ運って何に使うんだっけ。一回運はそのままにしておこうかな。戦う強化、あ、いいね。
穴拡張10も使うんだね、これ。あ、12も使うんだ、こっち。ありゃま、体力上げときましょうかね。マテリア穴拡張、待って、これマテリアの穴あった、穴ないの、これ。あ、そういうこと。ありゃ穴じゃあ1個つけとるほうがいいか。で、ん？あ、何？オートっていうのもあったの、これ。はい、知りませんでした。え、釘バットめっちゃ攻撃力下がってない？え、でも使ってみよう、せっかくだし。あれ、ああ穴あんじゃん。こういうのやってかないとダメだもんね。エアリスさん、解放済み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 。ガード強化、魔法ガード強化、戦う強化していきましょう。背中絶対お尻痛いでしょ、それ。お尻痛いでしょ、それね。え、すごいのしてんね。釘打つ前に布巻くとか、本気の本気のバッ釘バット。行くぜ、よし、せい。どうなんだろう、でも攻撃力下がってたもんな。ん？こっちだよね。え、どこ？いや、こっち？ここなんだ。うさむせるむあんてる。あ、ここ来たね。うん。あ、これか？はしごこ。なんか俺今周り見てなかったから、なんかそんな気がしたんだけど、すいません。やばやば、何もなかったんじゃないですかね、今ね。
お知りたいからね。うん、ここ。そう。あ、ちょっと上がってみて。そう言われましても。これ勝手に攻撃してる？飛んでけ。攻撃ってこれ勝手にするの？あ、常にガードしてるってこと。あ、なるほどね。で、その集中していく。はい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 。なるほどね。お疲れ様。ごめんね、みんなには伝わってないと思うけど。ボタン押さないとずっとガードしてるみたいな感じになるっぽい。ちゃんと戦うときは四角三角押さないと攻撃しない。でっでっかーだん。ディャンって絶対これこれサンダーじゃない。これでっかっ、びっくりするわ。あんなん普通に目の前にいたら。見破っていこう。これエアリス、しばらくエアリスなのかな。他の人来ないならこれ。いやあ、エアリスのマテリアも買いとかないとだね。祈り、霊気。このゼロのやつ強化させて。さあ、大丈夫っしょ、クギバットありゃ。よいしょ、なんか全部軽快に登るね。もう、どうして？オッケー。まず見破るだね。これサンダーじゃないかも。鉄球？あ、鉄球も。あ、やっぱサンダーだ。通常は攻撃ガスのバース部に止まらない。一定の数ダメージを当てることでバースをしやすい状態になる。鉄球に魔法攻撃を当てることで効果的にバースゲージ。なるほど、やっぱ調べてよかったね。やめろ、エアリスをいじめるな。お前の鉄球なんてこうだ。何何何何何何か、あ、魔法使えないやつだ。おっと、おいついて、おい、え、なんで使えないの？あ、もう治ったの？何だ？あよ。攻めるぞ。これね、こういうことね。オッケー、オッケー、オッケー。隙をつく。行く。ホームラン。ホームラン。当たれ。一本当てた方みたいな感じ。切り替えよう。で、こいつにもこれ使っとこう。2000も入る、すげえ。え、なにこれ、アッサン2000も効くじゃん。鉄拳使わなくてもこれでいいやね。シビル、こけ、いけんか、飛んでけ。さあ、力を見せてやる。あ、フフフフ、バットめちゃくちゃいいね。痛いっす、いいとこ見せなきゃ。痛いっす、まずいな。まずいよねそれ、まずいと思うわ。どうしよう、サンダーで、サンダーでいきますか。これ嫌だこの火。あ、魔法使えないやつやん。集中していく。ああ、ちょっと待って、ホームラン打たせてくれ。
よーっ、起きるんだ、よーっ、よーっ、うん、うん、強っ。一応、あたりを調べようか。ちょっと強っ。あ、そういえば前こういうやつ倒したら急に爆発したんだよね。でクラウド HP1 になるみたいな、超びっくりした。一応あたりを調べよう。なんかあるよ、スラムエンジェルの予告状。貧しき人々へ援助の品、スラムエンジェルがいただきます。スラムエンジェルの予告状、他には何もなさそうだ。さよならホームランだったね。戻って終了報告だ。クイバットの動き結構好きかも。あのためちゃんと一本足になってたね。さあバット持ってきましたよ。予告カードじゃないですか。間違いなく本物です。スラムエンジェルの予告カードです。へえ、これが有名な予告状かい。大発見です。他に手がかりは。おや、このカードなんか書いてある。しつこき神羅の汽車殿の絵。おびき出して少々痛い目に遭わせるつもりでしたが、何でもやと出会うとは幸運でしたね。しかし次はどうなることやら、ご用心あれ。スラムエンジェルからの警告。そうですね。何でも屋がいなければあんたはモンスターにやられてたってわけかい。悪かったね。情報通とか言われていい気になって、危うくあんたを死なせるところだった。まあまあ、こうして無事だったわけですから。これに懲りず私にも、ちょっとエアリスの顔見せてくれよ。スラム情報を流してくださいね。どんな顔してんのか。スラムエンジェルの予告が出たぞ。次はウォールマーケットのドン・コルネオだ。待ってました。ドンは大物だ。これは大事件になるぞ。ちょっとその情報詳しく。報酬を取り損ねた。ほらこれを持っていきな。なーに遠慮はいらない。出所はあの騎士屋のポケットだ。盗んだんじゃないよ、預かっただけさ。まさか。安心したよ。さすが噂の何でも屋だ。まさかあなたが。そろそろ帰ろっか。そんな時間か。クラウド、仕事受けすぎ。報酬が低すぎるんだ。お試し期間でしょ。我慢我慢。さあ帰ろ。疑ってごめんな。この人だったわ多分。スラムエンジェルの正体は絶世の美女って噂があってね。私はそれを信じてるんだ。ってことは、いやそんな失礼なことは、やっぱ君じゃねえのか。やっぱりだろう。まあいいや、知らないことにしとこう。俺がミッドガルに来た頃は、うん、みんなのコメント面白いわ。うちに帰ろうって言ってたもんね。もうこれ全部終わったでしょ。やってないのないもんね。いや半分しか。早く夜にならないかな。よし、スラム、うん、ボスを釣るじゃないこれ。ごきげんよう。
待ち伏せ。エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔鋼の目だ。レノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする。事実確認、上長に報告。海外ドラマのね、ゴッサムっていうドラマがあるんだけどね。クラウド、バットマンの世界。ルード、悪い人じゃないから。その通り。ちょっと似てる。だがエアリス、キャラが出てくる。俺たちは舐められたら終わりだ。うちとら釘バット持ってるから。悪く思うな。おお、すっげえ。思った通りだな。タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。さあ、いやどこ向かってる。ちょっとあれ待って、これ勝手に戦ってくれないパターンのやつ。動いてくれない。ガードしてくれないパターンのやつ。やっ、あ、してる。何それ。え、ちょっと待って、なんだそれ。すごい人間味ある。相棒の借り返させてもらう。やって。そんな顔面蹴られてすぐ見破れんの。風属性なんだ。めちゃくちゃ顔蹴られっぱなしだけど、まあこれも打撃でいくしかね。あ、でも耐性強いって、あれ打撃アイコン丸のやつ何。どういうこと、何するんだろう。吸い込みしたら、仕上げだ。強いんですけど。あれ、なんか増えた。あ、これか。威力の高い攻撃をするモードチェンジ。ソルジャーか。クラスファースト。あ。まあ。しろ。どういうことですか。何。ちょっと。いや、ちょっとまた。あー、すごい蹴り食らいそう。これはキャンセルマウス。はい、やるな。帰る気になった？いや、楽しくなってきた。かかってこい。もうこれで削るよ一回。まだいる？仕事だからな。仕事は選んだ方が。いや、なんかそれ嫌なよ。カーン。ありがとう。クラウド、完全に格ゲーじゃんかよ。これぐらいの奴はゴロゴロいる。一緒にするな。これが強いかな、やっぱ。蹴り崩す。あれ、ドアが取れた。やってやる。これだな。よいしょと。あ、聞いた。相棒の借りは返せそうか。ああ、順調だ。ゲイ。お願い、今日は帰って。そうもいかない。そんな音にしてんだ。おい、ルード。あ、お楽しみのとこ悪いが、
7番街スラムの件で緊急要請だぞと。今すぐ戻ってこい。分かった。いいやつだな、絶対な。これも事情が変わった。いやみたいな。そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。口下手か。あれ山にちょっとぶつかったの面白いんだけどね、あのままゴーン。よっ、おっ、ついて帰りましょう。待ってて。はい。それはバカゲーでも面白くない。ダーンってぶつかった。やっぱり来る？ん？そら行きますよ。走れないんだ。ん？走ろうとする。あ、そっち？なんで走らせてくんないの？もうなんかちょっと奥光りすぎてますけど、あれ目立ちすぎなんですけど。花と話して。というそんな一日でした。ここもうちょっとグラフィック頑張って行こう。お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね。ううん、なんでもない、うん、どうせ信じないから。信じるよ。だろうな。いや、ちょっとマテリア光らせすぎなんですよ、多分このシーン。一応聞こう。本当？あ、聞くけど、いや、ちょっと後ろ気になってたの。あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね、うん、でも何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。マテリアちょっと気になる。拾いたい。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。ああ、何かあったのか。さあ行こう。いやいや、見えてるでしょ、これは。絶対返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。かわいい。うん、お疲れ様。クラウド、可愛いこと言うじゃない。とりあえずもう俺はでもずっとあいつが気になってます。すいません、お花ごめんね。ちょっとごめんね。こうゆっくり行ったら、ゆっくり行けないのくらい行けないか。さあ何でしょう。普通のマテリアでした。ヤリスも踏んでんだからいいね。返事くらいしてやれ。いいね、クラウド。
釘パッドしょってる人のセリフじゃねえけどな。もう帰っちゃう？これはまあでも家寄るべきよね。うん、寄ってくよ。いや、もう少し。うん、え、あ、そういうこと？あ、外にいるってこと？ははん。じゃあもう帰っちゃう？することないもんね、多分。はい。ああ、もう十分だ。釘バットショって帰ってくるのやばいね。まあ、剣でも大概だけど。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね。いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。お、ご飯食べさせてくれるって。運べね。だったら、客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう。それより背中気になるんだ。元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。ですよね。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。アルミの母さん、本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。母さん似てるよね。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。母さん若っ。お望み通り出ていくさ。バットバットどこに置いてた今。出てけって言われたもんな。しゃあない。肩幅とセクシーなお姉さんのとこに帰るかい。しっかり物を動かして音を立てないように注意しましょう。こんなミッションもあるんだ。なに、バケツ注意。もう音したじゃん。だってさ、今なに、こそんなミッションこっちには何もないよね。なんかそんなに言われたらね。はあ、どうしたのクラウド。いや怖い夢でも見た。でも夜明けまで待ってね。ちゃんと送ってあげるから。ああ。フギバット、え今度は見つからないように。結構ロードかかるねこれ。セリフ、これセリフも一緒なのかな。セリフも一緒かしら。
さっきから何やってんのよみたいなことになんないかな。俺こういうの多分上手いからスイスイいけちゃうだよ多分。ほらね、だからぶつかってみよう一回。もういやこっちだって休んでてって言ったでしょ。ほら部屋に戻って。ああはあ、まあそんなもんですか。じゃあ帰りますかね。えっ片付いてる。待ってそんなパターンがあると気になっちゃう。ごめん。だからもう無言になっちゃった。ゲーム側からの催促。確かにもう早よ行けよみたいな。特に深い意味ないからここみたいな。どう今度。うん、あそこは残ってんだね。なるほどね。これ釘バット触れないのここで。まあ、いいか。もうでもゲーム側からもう早く出てけてきてるもんね。行くのかい。おお、びくしょ。7番街へ行くにはどうすればいい。6番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子には元な。もう関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。力の代償。あ、ここから行けないんだ。え、ちょっと。すまないね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 。そんなに謝ってくれるなら。ちょちょちょ。ではお邪魔しました。綺麗ですね夜でも。これまたマテリアとかどこ落ちてないのかな。ないか。じゃあなお花エアリスをよろしく。うん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 、あ、ダッシュできんだ。なんか今のタイミングでダッシュしたのあれだね。振られたみたいな。あら、お花屋さん、今日は子供たちを助けてくれてありがとうね。もうみんなソルジャーソルジャーって大騒ぎ。エアリスにもお礼を言っておいてちょうだい。ああ、犬やんそれ。最初の頃それ追っかけてたよ。夜人参。夜だぞ夜だぞ。なんか人いない。人いないのなんか寂しいな。なんか落とした。何？何の音今の？あ、これの回ってる音か。あ、チョコボだ。え、何これ？なんて書いてあるの？サムズデリバリーさ。待ってたらチョコ送るの。
なるほど。ああ怖い。このキラー怖い。あれ？これは偶然ですな。どういうつもりだ？待ち伏せ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。怖い怖い、なんか急なホラー演出が怖い怖い。クラウド？どうしたの？なんでもない。何？あ、なんか好きな感じこの曲。空が見えるな。上工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で大ごとにはならなかったんだけど。白ネズミいる。ねえ、これフラグ？え？これ降ってくる、もしかして。フラグ？これ。風の音するし。めちゃくちゃ風の音するんですけど。音するよその辺から。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？覚えてないな。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所、お店いっぱいできたの、うん、そこで働く人も集まってきてお金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。今モンスターに注意って書いてあったよ。子供の頃からこっそり使ってるんだ。モンスターに注意って書いてなかった？ほら、いや俺割とあっち気になるけど。見てる、こっち気になるんですけど。俺見てるけど、あ、何も言わない。こっち行きたい。行き、ちょっと進むのなんか遅いけど、ちょごめん、行かしてくれ。こっち止まっちゃう。あ、勝手に戻っちゃう。勝手に戻っちゃう。モンスターね。 OK。 したら今回のこの枠はここまでにしまして、次枠行こうと思います。はい、
ではこの枠はここまでで、ではでは。